足が太くなっている方はですね、無意識に足が太くなる立ち方をねしてしまってるんですね。小川真弘です。はい、今回の動画は小川真の小川塾。今回のテーマは足が太くなる立ち方で、そして足が細くなる立ち方のメカニズムをあなたにお伝えしていきます。今回の、動画見てくれたあなたもですね、足が太くなっている方はですね、足が太くなる立ち方をねしちゃってるんですよね。で、足が細い方は足が細くなる立ち方ができてるんですよ。足をね細くしたい方、要は足が太い方はですね、無意識に足が太くなる立ち方をねしてしまってるんですね。ということで、立ち方を変えるだけで足っていうのはもう勝手にね細くすることができるんですよ。そのメカニズムとしてはですね、必ず筋肉って骨についてますから、骨の位置が変わるとお肉のつき方も変わってくるんですね。例えばお腹でいうとですね、ウエスト周りをこうメジャーで測るときにピッと背筋伸ばして、できたらお腹へこまして測りたいじゃないですか。でもそれが猫背で姿勢悪くなってお腹ボヨンとなった状態でウエスト測ることなんかないですよね。なので背中丸くしてお腹がボヨンとなった状態でウエスト測ると、それはいつもよりも大きくなるし、で背筋ピーンと伸ばして測るとお腹もピッと張りが出てスッキリしてますから、こうやって背筋伸ばした方がお腹周りはスッキリしますよね。それと一緒で、立ってる時に立ち方が悪いと骨が歪んでしまって、でそのお肉がたるみやすくなって足太くなっちゃうんですね。ですので、悪い立ち方してる時と正しい立ち方すると、もうその瞬間に立ち方だけで1センチくらいは足の太さって変わってくるんですね。どうするかって言ったら、どうしても日本人って内股小股っていう状態で内股立ちをするとですね、股関節が内側にねじれて、大きな関節ねじれることでその周りの筋肉がですねたるんできます。そして外が張ってきて内側の方はもうたるんでっていう状態になりますので、これが足太くなる立ち方なんですね。ですので、じゃあどうすればいいかって言ったら、かかとをつけてつま先をちょっと V 字でこうすると、足が、内側に寄ることで外張りも減るし、今までこう力が入りにくかった内ももですね、ちょっと力入りやすくなるんですね。この状態で太ももを測ってもらうと、内股でちょっと足開いて立っている時よりも、もうその瞬間で足の太さは変わってきます。ですので、足を細くしたい方はですね、普段こういう立ち方をしておくといいわけですね。やってはいけないってことっていうのは、電車の中っていうのが特に気をつけてほしいんですけども、座ればいいんですけども、立って通勤で電車移動されてる方は、電車乗る時って大概の人って電車が揺れますから、足ちょっと開くんですよね。揺れるってことは足元やっぱりね無意識に踏ん張っちゃうんですね。で、踏ん張るっていうことは足を閉じるよりもやっぱりこう開いて、なんやったらもうちょっといつもよりも多めに開いて立ってしまうことがあると思うんですけど、これが足を太くさせてしまいます。踏ん張るってことは外側とか前の方に力が入ってしまうので、言ったらもう筋トレ状態ですね。ですので、電車の中で踏ん張るだけで足太くなっちゃいます。足を閉じた方がなんかこうバランスが余計悪くなるんじゃないかって思うんですけども、実はこれね、足開いているよりも閉じてる方が体の軸が通ってバランス取りやすいんですね。足開いてると外ばっかり張って、内側の方はもう全然ね筋肉緊張しませんから、中がたるんでもう外とか前がカチカチになります。でも足を閉じて立つと中心に一本軸できますから、外張りも減るし前張りも減るし、そして内側のサボってた筋肉にも力入りやすくなりますので、電車の中では特にね足を閉じて、でなおかつつり革持ってた方がねこけなくて済むんで、そこつり革持った状態で足閉じてね立ってみてください。気をつけることはそれぐらいなんですけども、日常生活で立ってることって結構ありますよね。例えば家で家事をするとき、洗い物とか料理するとき、無意識にこう立って、なんだったらこう流し台とかにお腹で持たれたりとか、こんなんも絶対良くないですから、できれば片足重心にこう重心かけるでもなく、かかとをつけてつま先ちょっと開いた状態で是非ね立ってみてください。あとは洗面台で、歯磨いたりとか、それ以外にもどこか出かけやった時、エレベーターの中とかエスカレーターとか信号待ちとか電車待ちとか、そう立ってる時には意図的に足くっつけて立つことで、これがね無意識に足を細くする立ち方ですので、是非ね参考にしてみてください。今でもね、動画の方にですね、太ももの前張りとか内ももとかふくらはぎとかっていう足を細くするシリーズがありますので、そんな中でもね、こういう話してますけども、改めて今回なぜ足が太くなるのかっていうこうメカニズムと、どうやったら足が細くなるのかっていうメカニズムを知ってもらって、改めてね、その動画を見てもらうことでよりね、やってることが点と点がつながって理解しやすいと思うので、是非参考にしてみてください。では今回の動画を見てね、参考になったって方は高評価、そしてチャンネル登録、またね、公式 LINE の方の登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川真でした。